になっちゃったから、誰も見なかったんですよね。なるほど。それでこの人になっちゃった。はい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 。この組み合わせだと、男性の方が絶対、女性に甘えますよね。そう、ずっとその関係です。マッチングとしては、私は合ってないと思うんですよ。あ、もう経済の人間、そう思っちゃうけど。で、初婚だから、しんどいかなと思うんです。なるほど。結婚相談の世界って奥深いんですね。奥深いでしょ。皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所、マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。木曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。はい、この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわる様々なお悩みを解決していく番組です。そして今日は先週に引き続き、はい、慶応大学院教授の岸博之先生にお越しいただいております。岸先生こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週どうでした？いや、緊張しましたね。全然してなかったと思います。いやいや、政治経済ならいくらでも答えられるんですけど、恋愛は、結婚はやっぱなかなか答えにくいなっていうことになりますね。で、私16年ぐらい前からずっとテレビ出てるんですけど、はい、先生もすごい長い間出ていらして、で、結構1週間に何本も出てらっしゃるのを拝見して、どんな時間の使い方をどんな風にお使いになってるのか知りたいんですけど。いや、実はですね、はい、本当にめちゃくちゃですっていうのは、いろんな仕事をしてるんです、はい、大学で教えてますし、はい、でテレビも出ますし、はい、頼まれて講演もしますし、はい、あとは当然政治の関係の仕事もしますし、はいはい、あとは地方の仕事もする人だから、いろいろやってまして、はい、だからその結果何が起きるかっていうと、はい、大体毎日やってることが全然違います。あ、でもね、そこ似てます。あ、そうですか。私の場合は1日だいたい土日は12人から15人ぐらいカウンセリングをするんですね。あらら。で、それが、まあ、朝9時半スタートの夜だいたい8時ぐらいまでをそれをやって、で終わったら記事を書いたりするんですよ、はい、でやった時にヘトヘトになりますよね、はい、でそれで岸先生どうなってるんだろうって先週思ったんですよ。私こうなんだけど先生どうなんだろうって思って、だからもう結論はシンプルで、僕はすごい長時間労働をまだしてます。何時間ぐらいですか？多分1日で、家でも仕事してるからその時間もカウントしますと、はい、多分1日12時間以上仕事してますね。いやー、よかったです。そういう方がいらしていただいてですか。でそれが私励みになります。ほう。いつも私はアメリカの大統領と比較していて、はいはいはい、アメリカの大統領だったらもっと働くんだろうなと思って、はいはいはい、でもその専門家の先生が12時間だったら、じゃあ同じだと思って今。っていうかもう自分の場合こうやってる理由は簡単で、はい、やっぱりもっともっと日本人頑張って働いた方がいいと思うんですよ。私もそう思います。なんか今はい、政府の働き方改革といって、はいね、まあ、要は休み方改革みたいになって、はいはい、残業時間も規制されてなんか働かない方がいいみたいな感じになっちゃってますけども、はいはい、でも本来は人間ってやっぱり一生懸命働いて自分の能力を高めて収入も増やすと、はい、でそれをやってこそやっぱり人生楽しいっていう面がありますから、はい、だから僕は個人的には若い人ほどもっともっと一生懸命働いて、はい、いろんな経験も増やして、はい、知識も増やして、おっしゃる通りでついでに収入も増やすというのが実は結婚とかにも絶対プラスになるし、はい、結婚した後も多分それが、はい、人生幸せにするために大事じゃないかなと思ってますよね。そうですね。僕62歳今、はい、でもまだこれだけ働いてまして、ね、まだまだできることあるよなと思ってますから、はい、だから、うん、そういう男性の人は、うん、多分逆に不運だなと思うから、もっともっと、ね、頑張った方が自分の魅力も高まると思ってほしいですね、うん、はい、もうぜひそう思います。そうしないとね、こんな貧困な日本になっちゃいましたから。そう、日本人貧乏なんですよ。そうですよ。だって数字見ると日本人の平均年収って今アメリカ人の半分ですよ、はい、あ、そうだと思います。貧乏じゃないですか、はい、貧乏だと思います。やっぱり言い方だけど、お金はある程度あってこそ人生ってハッピーになれますから、はい、でそれを実現するにはやっぱ頑張らないとダメだし、はい、で仕事ってやっぱりどんな仕事も必ず面白みがありますから、それを自分で突き詰めるって自分自身のためにも楽しいんですよね。そうです ね。もうぜひぜひね、今の岸先生のねご意見を皆さんね、心に秘めて、もっと働けということにつきます。本当に働いてほしいなと思います。もうね、それも婚活にね生かされるかもしれません、ね、いや絶対行きます、絶対行きます。はい、年収曲がるし、ええ、はい、ということで今日またご相談いただいておりますので、はい、お読みしますね。はい、では今日はですね、完治さんっていう方からいただきました、
はい、はじめまして、大阪在住の40歳独身女です。テレビの婚活ドキュメンタリー番組を見て役者先生の的確なアドバイスに惚れ込んで以来、婚活アドバイスを参考にさせていただいています。うん、私は出会いも少なくなってきたため、もう結婚相談所を頼らないと結婚できないなと思い、昨年の10月にオンライン形式の結婚相談所に登録しました。オンライン形式だそうです。はいはいはい。そこで同い年で初めて会った時から好印象で、すぐに好きになった男性と出会いました。ここポイントですよね、うんうん、好きになった男性、はいはいはい、しかし11月から2ヶ月仮交際をして7回ほどデートしても彼は何も言ってこないので、しびれを切らして探りを入れてみたところ、もう一人会ってる人がいる様子で、私は迷ってるぐらいの気持ちならもういいやと思いお別れを伝えました。うんうん、すると私がいなくなると思ったら決心がついたとのことで、もう一人の人とは会う気がないので付き合ってくださいと言われ、うんうん、私も決心してくれたのかなと思って一緒に退会しました。うん、まあ、つまり2ヶ月で退会したんですね。なるほど。2ヶ月で成婚したということですね。はいはいはい。付き合って1ヶ月ほどはこれまでと変わらず楽しく過ごしていたのですが、1ヶ月経った頃から毎日やり取りする LINE の内容がだんだんと仕事がきついだとか眠れないなどネガティブな内容が多くなってきました。ついには LINE で正直仕事を辞めたいと思っているとも言われ、うん、私からしたらかなり衝撃的発言でした。仮交際の時は全く出してこなかったのですが、彼はものすごくネガティブな性格らしく、新卒で入った会社でパワハラに遭い半年で退職し、うんうん、2年ほどうつ病だった過去もあるそうです。うん、私は彼とは反対で、何事も何とかなると思う楽観的な性格で、正直彼から聞かされる悩みも内心そんなことでと思ってしまいますが、うん、大変だねと言って寄り添いを務めてます。ある時彼からあまり日頃の不満とか悩みを口にしないよね、もっと自分を頼ったり甘えたりしてほしいと言われました。うんうん、確かに私は人に不満や愚痴を言うのは好きではなく、あまり彼氏に甘えたりわがままも言わないタイプで、それが男性からしたら可愛くないのは自覚しています。うん、彼に伝えてからは甘えたりするよう努力はしているのですが、正直ネガティブな発言をしている彼に甘えたり頼ったりしづらいと感じています。うんうんうん、それからというもの、彼は以前のような積極的な態度がなくなり、昼から夜遅くまでしたいデートも3時間ほどで切り上げたり、お泊りもしなくなりました。交際を始めてから半年が経ち、私が年齢的に早く結婚したいと思っているため、40ですもんね。そうですね。真面目な彼は結婚に対して気持ちが進んでいなくて、時間だけ経っていることに不安な状態というふうにおっしゃったそうですね。うんうんうん、仕事はいずれ転職はしたいようで、次が決まってから退職するとは言っています。結婚に踏み切れないのは私が甘えたり頼ったりしない性格が引っかかっているのだと思います。私と一緒に過ごしている時間は楽しいらしく、それに私も同じで、彼のネガティブな性格をもう変えることはできないと思い、うんうん、受け入れるつもりなのですが、うんうんうん、彼の方がこんな状態でどうすればいいのか悩んでいました。彼のことをどうすればいいか悩んでるみたいですね。なるほど、なるほど。はい、私に何かできることありますか？それともやはり合わないのでしょうか？アドバイスいただけますと幸いです。ということです。なるほど。はい、先生どうします？僕はすいません、多分トンチンカンな回答になると思うんですけども聞きます自分の経験から言うと、はい、やっぱり人間って直感が正しいんですよね。はい、だから今の文面からそのお相手の方で、はい、やっぱりネガティブな部分とか気になるところはあると思うんですよ。はい、でも直感でいいと思った場合は、うん、結論は多分いいはずですので、うんうんうん、でそれも結婚に向けて動いて、はい、で相手がノーとならない限りは結婚してみていいんじゃないかなと。で、うん、ダメだったら、はい、すいません表現悪いけど、はい、別れればいいんですよと思います。ご気楽ですね。やっぱり人間って基本的には直感が正しくて、はいはい、逆にできない言い訳を考えるのもすごい得意な動物なんですね。脳が発達しちゃったから。なるほど。だから服を買いに行った場合は典型で、うんうん、最初にこの服いいとデパートで思った服があっても、はい、必ず他にもっといい服があるに違いないと考えてぐるぐる回るじゃないですか。はいはい、これ言い訳考えてるんですよ。はい、でも結局最初いいと思ったものを買っちゃうと。わかります。それよくお買い物行って、例えば海外なんか行って、
あの結構免税店の中であ可愛いなと思って、あでも見たら、350ドル高いな、300ドルだったらと思って帰っちゃった、帰国したずっと覚えてますよね。後悔するじゃないですか。そうなんで買わなかったんだろうってで、まさにそれで、ね、だからこのご相談の場合で言えば、多分直感ではお相手の方はすごくいいと思ってらっしゃって、はい、でただいろいろ考えて、はい、ネガティブだとかですね、いろいろなんとか、やっぱり言い訳で良くないなっていう理由を考えてる。だからなんかダメな言い訳が本当に直感をして全面否定できるぐらいに問題が大きかったらともかく、でもそれは直感がでこの人いいと思ったのを超えられない場合は多分いいと思うんですよね。はいはい、すいません、あの経済の人間そう思ってますけど、あの植草さんからなんかからどう思われますか。私はですね、あの引っかかるところが一つあって、好きになってなっちゃってるんですよこの人ね、はい、で好きになったっていうのはある程度好きじゃないとダメなんですけど、はい、問題はですね、その仮交際中、成婚大会する前に彼が言ってないことがいろいろあるわけですよね。あ、なるほど。仕事を辞めたいとか、なるほど、そのうつ病だったとか、はいはい、2年間もうつ病って結構長いじゃないですか。確かに。でそれを言わなかったことが問題だと思うんですよ。おで結婚相談所の中で出会っているのに、それって申告しなければいけないことなんですね。あ、そうなんですね。そうなんです。だから申告しなければいけないことをしてなかったわけだから、はい、この男性自体にちょっとネガティブすぎるプラスちょっとずるいかなっていう気がします。男性自体に、なるほど、付き合いだしてからいろいろなことを、はいはい、そうです、成婚大会して、成婚大会するときに成婚料をそれぞれ相談所にお支払いするんですよ、はいはいはい、何十万単位で。なるほど。でそれでじゃあもう普通はでしょ、仮交際中にもっともっとその過去のご病気とか、うんうんうん、現在の状況とか、それからこれからのここ向こう10年20年の働き方、うんうん、そういう話をして、じゃあこの人って決めていくんですよ。なるほど。複数交際して、はい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 、3人4人5人と複数交際して、この人だったら自分の思い描くような生活が送れる、うんうん、からこの人と決めていこうなんだけど、彼女カンチさんは好きになっちゃったから誰も見なかったんですよね。なるほど。それでこの人になっちゃった。はいはいはい、はい、で見なかったから聞かなかった、片目をつぶっちゃった、はいはい、ここが一番の問題なんで、リスナーの皆さんで婚活している相談所に入っている方も非常に多いんで、カンチさんの、まあ、残念なところは仮交際中に惚れちゃったから。なるほど、うん、これがちょっと問題だなっていうのが一つあるのと、はいはい、マッチングとしては私は合ってないと思うんですよ。ほうほう。そもそもマッチングっていうのは、彼女がすごく元気ではつらつとしていて、くよくよしない、はいはいはい、おおらか、だけど彼がすごいネガティブじゃないですか。そうですね。だからマッチングとしては両方とも私ね思うんですけど、どうですか先生、ネガティブ同士がうまくいくと思うんですけど。あ、でもそれはわかる、それは分かる。ですよね。一人すごい元気で、分かる。すごい暗いと、しっかりしろよってなって嫌気がさしません。そう、あの正反対って、はい、正反対の性格って合うように見えて、実はすごくお互い無理な部分、無理してる部分ありますから。だから相互補完ってなかなかないんですよね。ないですね。でこの方が2回目、うん、3回目の結婚だったらいけると思うんですよ。なるほど。で初婚だからしんどいかなと思うんです。なるほど。そう、結婚相談の世界って奥深いんですね。奥深いんですよ。だから40だから、いやもうしょうがない、子供産むんだから、この人最後の頑張りで妊活して子種だなと思って、うんうんうん、で子供できて離婚する分にはいいと思うんです。なるほど。だけどずっとずっとまた鬱なんじゃないかなとか、甘えすぎ、そのリスクはあります。そうなんですよ。甘えすぎちゃって、この組み合わせだと男性の方が絶対女性に甘えますよね。そう、ずっとその関係ですよ、うんうん、ずっとその関係は崩れないので、そのうち彼女がしっかりしろよって思っちゃうと思うんですよ。そう、だからそれにずっと耐えられるならいいけども、うん、ずっとかは分かんないですよね、うん、そうそう。確かに僕も結婚して妻は、まあ、僕と同じようにどっちかって明るいパッパラパーですから、それでうまくいきますからね。それでなんとか思ってますからね。ご夫婦ともっとも明るいんですね。ええええ、そうですね。そうですか。面白いですね。確かにそういう意味では、ウエカさんおっしゃるように、やっぱり、はい、どっちかというと同じような性格の方が、やっぱ合いますよね、はいはい。と思います。ただね、そのプラスとマイナスはくっつくよとは言ってるんですよ、ええ。そのプラスとマイナスっていうのは、明るいとか暗いじゃなくて積極的かどうかなんです。なるほど。そうで、あの先週先生おっしゃったように、日本人ってコミュニケーション力すごい低くて、会話力がに残念ながら劣るんですね、はいはい、なのでどっちかが話すことが上手、うんうん、で積極的に質問もたくさんしてくれる人じゃないと、待ち子と待ち王じゃくっつかないよ。そりゃそうだ、そりゃそうだ。でおしゃべり同士だったらなんとかなるけど、うんうんうん、両方とも受け身だったらダメだよとは言ってるんですけど、はいはいはい、性格があまりにも違いすぎるから、まあ、水が合わない。
なるほど。かな？なるほど。と思うので、じゃあどうしようなんですよ。うん、そうですね。で、先生は、一回結婚しなさいと。うん。で、別れてもいいじゃない。うん。っていう結論ですよ、ね。だから直感で本当にこの人がいいと思ったら、ね、そのネガティブを超えられるなら絶対やるですよね。そうですね。だからその直感を完全に否定するぐらいに、うん、やっぱり問題が目立つならば、それは違いますからね、はいはい。と思いますね。で、私は、一回一緒に住んでみる。まだ結婚してないと思うんですよ。だから一緒に住んでみて、はいはいはい、で、もうちょっと、バシバシやってみる。うんうんうん、で、甘えないことが嫌なんじゃないんでしょう、彼。甘えないことが嫌なんじゃなくて、自分が甘えん坊だから、君も甘えてくれないとっていうことを言ってるだけなんですよ。自分がこれ以上甘えられない。言いづらくなっちゃうから。だから、どっちか言うと、子供みたいな甘ったれ男性なんですよ。で、女性の方がクールで男性っぽいんですよ。だから男女が逆転してるんですね。はいはいはい。だから彼女がずっと男でいられればいいけど、どっかで女になりたくなっちゃった時に、破局が来る。なるほど。そう。だから一回一緒に住んでみて、だったらもうネガティブな発言をガンガンしてみたらいいです。ガン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 、ずっと相手のネガティブは聞かないで、うんうん、自分ばっかりネガティブな発言したら、相手がどうなるか、うつっぽくなっちゃったら、もうそこで彼女も決断ができると思います。なるほど。せめてお試しでやってみた方がいいですね。はいはいはい、それでいいと思います。なるほど。というか、今の感じだと、多分上草さん、ご経験から、それどうなるかは、結論は分かってますね。もう分かります、分かります。なるほど。はい。そういうのを聞くと、やっぱり結婚相談所ってそこまで心配してくれないところもあるんですね。そうですね。だからこの例で言えば、その、うん、まあ、うつ病だったとかという告知もされなかったとか、確認事項としてしてない、あるのに、はい、そういうのをしっかり、もしかしたら相談所が事前に把握できてなかったかもしれないですよね。はい、そうですね、かもしれないですね。だからそこはもったいないですね。そうですね。やっぱりそれはしっかりしたところに相談するのが一番いいんですね。はい。なるほど。はい。今日もありがとうございました。お時間のようなので、あっという間に来てきました。はい、2週連続ね、岸先生にお越しいただきましたが、またね、冬の頃にお越しいただけたら嬉しいなと。いやいや。奥が深い世界だとよく分かりましたから勉強します勉強します。もうね、本当にこのね、難しいお仕事をね、政治経済やってらっしゃるのに、この恋愛とか婚活で、いや、こっちの方が絶対難しいですよ。そんなことないと思うんだけど、人間のやっぱりどうするかっていう決断じゃないですか。幅広いですからね。そう、世代から何から。政治経済ってでもなんか適当に、やってれば大事だなと思いますから。そんなことはないと思うんだけど、全然違いますから。もうものすごく私はその回答をもう1週間前から楽しみにしておりまして、もう想像を超えたので、もうぜひともまた3ヶ月に1回ぐらいお越しいただけたら嬉しいと思っております。よろしくです。はい。ではでは、そろそろ時間がやってまいりました。はいはい、今週の、ゲストは岸先生でした。ではまた来週この時間もお楽しみに。さようなら。どうもありがとうございます。